うわー、ナイスでーす。よいしょー。うん、ナイスで。おじ。5番入りです。おお、ナイスです。あざす。もう負けられないっす。バーディー取んなきゃいけないですからね。ナイスショー。風風風が。あ、上げてたね、めっちゃ。右から上げてる。逆だもん、めっちゃ上げてる、うん、おお、これもいい。おお、ナイスショー。壁が戻されてますね。本当だ。でも、お、フェアウェイ。いや、でも、ナイスショット。距離が違う、全然。ナイスです。めっちゃ前ね、これでちゃんと貢献させないと。たまには僕にもチャンスもらっていい。めっちゃ良かったのに、このパーティーを見た瞬間にがっかりした。しかもめっちゃ上げてる。風が強いですね。ね、今日風が強いですね。風が強い日はなんか気をつけるんですか？いや、結構気をつけます。やっぱ、はい、うん、まあ球は流されやすいんで。はい。はい、ここのティーショットとかも結構気をつけていました、ね、うん、うん、どんなところ？ここまあ右絶対ダメじゃないですか。そうですね。だからバンカーだらけ。ドローで攻めるんだったら、もう喧嘩させるか、うん、風と仲良くするんだったら、あの左のカード道路狙う。まああの木を狙ってましょう。ああ、じゃあもう思ったと、はい、思ったところに。右 NG です。右ダメ。右 NG です。この左のこの木を狙って。右に行ったらあの電気ビリビリの剣を持って。5回だって。何が？右に行ったら電気ビリビリ5回。やばいよ。そしたらもう6回だよ。え、無理。手が死んじゃう。え、マジか。右行ったらビリビリペン5回だって。あ、右じゃん。だーじゃん。でも超える。バンカーは平気。あ、なんでやねん。フレンドリーキック。キック。あれ、え、6回、うん、電気ビリビリペン。右手が持たなくなる。ウケる。いやー。187のアゲンストなんで。結構耐えて200ぐらい。アゲンストなんで200で5番ウッドでいきます。はい。ライが難しいな、これ。確かに。あー、ライがね。スプーンで打ちます。お、バンカー入っちゃう？やばい。ビンゴルチームピンチ。バンカー？バンカーです。バンカー、ビーバンカー。いや、でもうまく打ったけどね。左目に。うん。ナイスショー。どこまで行ったんだろう？ね、いいとこじゃない？多分。どっちの方がいいかな。いやー、ユッコの球の方がいいんじゃない。あ、バンカーか。何ヤード何番ですか。130弱。風が強いんで、いい、しっかりか9番アイアンでインテンショナルか。おお、うわ、迷う。すっごい迷う。うまい。すごい。
悩んでましたね。めっちゃ悩んだ、うん、こんなにガチで悩んだ。ナイスです。せっかくのチャンスなんで。チャンスですね。せっかくのチャンスなんで、うん、プロめっちゃナイスショットでした。ありがとうございます。いや、やっとバーディーチャンス来たっす。そうですね。出たいな。シンプルに、シンプルに。まだ一回も入ってないんで。頑張ってください。頑張ります。さあ、ほのちゃんのバンカーボールを採用です。ナイス。すごい。何点？90点。ナイス。おー、まあでもナイス。次はほどけたまま打ちます。弱い。オッケー。ナイスパー。一個どうぞ。うわ、ラインばっか考えてた。感じの強さ。誰も聞いてないから答えないし。アウトサイドレフトの意味が分かった。どれぐらいかが分からないんだよね。ね、出ない。3人外したら安心しましたね、プロ。いや、マジ安心したっす。よかった。何もしてないけど勝てたっす。いや、それが大事だっす。大事、大事。それが大事。ナイスです。それが大事。これがゴルフっす。左、内だったのかな。多分、左中強め、うん、左中強めでした。でもゆっこさんの最初めっちゃ切れませんでした。多分あれは右に出しちゃったの。出したの？出しちゃったの。押し出したかもしれない、うん、あれで惑わされた。だからあれ見ない方が良かったのかもしれない、うん、あらあらあら。そう、結構なんか最初からクイって言ってたから、そうそうそう、出だしであれ言ってると、あ、まあ右出したなって。
内緒です。まあ難しかった。 T シャツ難しい。左ドッグリップ捕まえすぎたら大丈夫ですかって、うん、 OB ですってやつだったら。そうか、左が狭いんですね。そうですね。あと風が結構強いから、うん、多分奥に突き抜けることはないだろう。なあ、めっちゃ考えることが。あ、もうあれですおお、いい感じ。ナイショー、ナイショー。体正面に、胸を正面に落とす。今めっちゃ強い球。全然あれでもいい。あれの方が風に強いし、うん、地面に落ちてもゴロゴロゴロって転がってくれる。飛ぶ。飛ぶ。結果稼いでくれる。ランニングで稼いでくれる。うん、胸を下に向ける。胸を残すんですよ。打つときに。だいたいこう状態が起き上がるかどうかで球筋も決まるんで。うんうんうん、右に行ってるときってやっぱ。T の高さに合わせてこう上がっちゃうと右に。風の時って余計ですよね。そう、だからこういうアゲンストの時特にこうベラーって球嫌だから、はい、T をちょっと短めにするんですよ。うーん、短めにして、はい、短くさせてるんですよ。へえ、やってみよう今度。じゃあそれだけでも低い球出ますけど。なるほど。え？ライブなんでね。5番ウッド、はい、セクシードローで200ヤード上げてるんで180ヤードぐらいになっちゃいますよ。おー、右にさよなら。スプーンでいきます。はい、うまいね。捕まった。左ラ、はい、これ残すと捕まる。うん、めっちゃいい。まっすぐ出て左。おっと、大丈夫。まあ、まっすぐ向いてた方向です。結構左向いてた。うん、スプーンですか。スプーンです。おー、すごいね。めっちゃ飛んでます。低い球。ありがとうございます。ショットです。ありがとうございます。ありがとうございます。風に負けない。上り入れて118。じゃあとりあえず何番？9番でいきます。9番、はい、お、うまい。うん、いや、大きくはなさそう。うん、ピン奥で8番で抑えます。はい、はなさそうだけど。大きいですよね。8番で。あ、いや、いいんじゃない。入った。え、入った。え、入った。弱すぎ。あ、今ないですよね。奥のバンカー。
奥のバンカー。50ヤードぐらい。ナイスです。ありがとうございます。はい、ビンゴチームはみんな左側とそしてオーバーって感じで外からです。ケイさん、パターもらえますか？稲森プロはここら辺にナイスアプローチ、ケンちゃんみたいにアプローチまで飲んでパターでしょ。全然弱いじゃない。前島は受けてる。これいらない。もうギブアップ今の俺。ちょっと。お、まさかの。ここナイス。これはオッケーです。ナイスだよ、花ちゃん。確かに思ったよ、ここはささささってくる。オッケー、ナイスパー。よし。切れなかった。なんか読まなくていいかな。ご視聴いただきありがとうございます。稲森プロのプレーがすごいと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。え、なんで言わないの？10回だからいいかなと思って。